こんにちは、まなたぬきです。今回は基本のアイシングクリームの作り方を説明するよ。材料はこちらの3つ。作り方は簡単で、材料をすべてボウルに入れてハンドミキサーで混ぜるだけ。最初は粉が飛び散りやすいので、スイッチを入れずに軽く混ぜてね。そしたら高速で3分間混ぜ合わせます。はじめは黄色っぽくポソポソしてるけど、だんだん白っぽくふわっとしたクリームになってくるよ。混ぜ終わったらゴムベラでひとまとめにしてタッパーに入れます。水で濡らして固く絞ったキッチンペーパーを乗せて蓋をしたら完成です。この状態で冷蔵庫で3から4日間保存ができます。乾燥卵白がない場合はお水を入れずに M サイズの卵1個分の卵白で代用ができるよ。ぜひ作ってみてね。